富田県事富田県事11月1日から1977年3月23日は、大正、昭和期の日本の内務官僚、政治家、兵庫県出身、石川県警察部長、幹線長野県知事、第2次及び第3次、このえ内閣で内閣書記官庁、貴族院議員、戦後、自由民主党衆議院議員、兵庫県神戸市生まれ、 1921年京都帝国大学法学部、卒業後、内務省に入り、静岡県、岐阜県、神奈川県各警視。その間、内務事務官、福井県書記官、学務部長、宅務書記官、石川県書記官、警察部長、大阪府書記官、警察部長、内務省書記官、警保局保安課長、警保局長、長野県知事を歴任。 1940年7月から1941年10月まで、第2次及び第3次、この絵内閣で内閣初期官長を務め、新体制運動を推し進めた。1941年10月から1946年5月25日まで、貴族院議員。1944年以降、平塚市に居住。1946年8月に、 公職追放指定。1952年3月。公職追放解除。1952年。衆議院議員当選。1967年。君二等追放賞受賞。1977年3月23日。死去。ありがとうございます。